はい、皆さんこんにちは、レコグでございます。さて、前回はバメドにですね、侵入いたしました。まあすっげー寒いところなんですけれども、今そんなことがあって寒いということもあり、たくさん体感防寒料理を、作ってまいりました。で、たった今食べて3分間ウルトラマンが耐えれるような状態になっています。さあ、この状態でバーメイドを今日は攻略していきましょう。まずは、地図を手に入れろということでしたので、いつもの通り地図を手に入れていきましょう。爆弾もったいねもったいね。そうじゃねえダニオ、そうじゃねえダニオ。このただの弓でいいんですよ、こんなもん。えい、さすがに4体目ともなるとね、慣れてきますわな。さあ、でここが上昇気流があって、へい、ジャンプ。これはあれかね、あれかね、電気で動くとかいう九段のあれかな。これとそういう感じですよね。でもあそこにもなんかつながれる。あ、その前にあやつが、てい、あ、頑張れ俺、よし、とりあえずこれを潰しておいて、でここは確か、あ、なんかいますよ向こうに。行った瞬間ガーディアンがいそうな雰囲気があるわけですが、まずこれを、違う、止めてどうする私。違う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 、そうじゃなくて、これ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 じゃよ、引っ張るんじゃよ、うん、こうするんじゃよ、じゃろ。でこれをじゃな、またじゃな、 あれをじゃな、こっちに持ってくるんじゃよ。あ、いけないっすね。ちょ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 、やめてやめよ。落ちちゃったんですが、それは落ちちゃったけど、怪我の功名とやら、宝箱をゲットいたします。はい、カッチャンコ、古代のシャフトゲットいたしました。いやー、宝箱って偉大だなーなんてね。さあ、どうやって帰るんだろうと思ったら、そこにですね、上昇気流がある、あれで戻れるんですねといったところですが、あそこにもおめめがありますさーな。とりあえずぶっ潰しておきましょうか。届っかな、届け僕の愛、せい、当たるもんだな当たるもんですねこれも動く、あ、いろいろギミックがまたあるんだな、これが。了解です。じゃあ、いろいろギミックがあるのは分かったんで、とりあえず、上の方に戻ろうか。地図を取らないと怒られちゃうからね。よいしょ、よっこいせと。んで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 、せい、これ横にずらすんじゃん。え、ずらせない、あ、そういうことな、ね、ね、分かった、あるよこれさ。あ、いけない、よいしょ。いや、普通にいけたわ。あ、やばい、ついてくるか。いや、普通に殴ろう、めんどくせえ、あぶねえ。ちょ、いきなり襲いかかってくるんじゃない、襲いかかってくるんじゃないぜ。騎士の両手剣、これで、あ、殴ろう、せい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 や、楽勝です。さあ、この奥にまず、地図というか、マップがありますんで、とりあえずゲットしておきましょう。さあ、今回も心中を傾けたり、できますね。はい、心中操作が使えるようになりました。やったぜベイベ。さてさて、よしよし、心中のマップを手に入れたね。おう、マップをよく見なよ。光ってる印が神獣バメドを制御する端末だ。知ってる。メドを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。知ってる。おっと、
できないとは言わせないよ。 Yes, we can。 誰に意見してんだあいつ、畜生。こっちはお前勇者様だぞ、勇者様。全く舐めてもらっちゃ困るねえ。ちょっと待って、ま、リンクちゃんリンクちゃん、またお漏らしそうなの。ちょっと3分はさすがに短いか。あ、これはやばいですかね。あっちへ、あっちへ行け、あっちへ、あっちへ行くんだ、お前は。お前があっちへ行くんだよ。これどうすんの、これドギャンすんの、これ。ちょい待たれ待たれよ、待たれ待たれよ。あ、これ上に上げられる、まさか。あ、上には持ち上がらない。パッキン、何今の、何今の、ずれたよ。カツラみたいな言い方してるけど、ずれたよって。自分が乗ってるとやっぱ操作できないですね。なんで外す。でこれをこっちへ持ってくるとかできないのか。どうするんだろうね、これね。向こうに行きたいぜよ。あ、傾けるんだ、なるほど。ここで傾けるんだな。こうしてみたら、いや、これ私が落ちるんじゃなかろう。あら、あらららららら、あ、あらら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 、あ、これやばくはなく、やばくはなく。どうしたらいいんじゃろうか、これ。あ、あそこにも宝箱がありますのね。ちょっと宝箱取ってまいります。わわわわわわわ、なんか出た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 ぜ。出てくんなよ、あっち行け、あっち行け、帰れ帰れ。パクパクしてんじゃない、帰れ帰れ帰れ。不届き者、不届き者。不届き者とか言ってないで不届き者とか言ってないで。ここ行くんじゃないですかね、じゃあ。ってことはもう一回ぐらい。あ、違う、ダメ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 。可動域こんなもんか。あ、上昇気流見っけ。あ、そっからも登れんのね。ちょっと探索をいたします。セーフセーフセーフ。なんかあるかもし、あるじゃろ、こういうところに。はい、片っ端から目をつぶそうかな。とりあえずここに上昇気流があるじゃろ。これはじゃ一旦置いとこう、一旦置いといて。ちょ、どうなってんだこれちょっと探索をまずしよう、本当に。さあ、これちょっと傾けてみましたけど、これ滑り行かない、滑っていくね、滑っていくね、いい感じだね。はい、来た。おっと、なるほど、今回はこうやって傾けてトロッコっぽいもので移動するってことなのかな。そうなのかな。とりあえず内部に侵入いたしましたが、ガガ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 ありました。 Yes, we can。 ちょっと斜めになりながら、まず1個。残りの制御端末はあと4個だよ。先は長いね。煽るね煽るね。お、開いたぞ。なんすか。あ、なんかいます、なんかいます。はい、なんかいても関係ないです。やってやるです、2体目です、やってやるです。なんかいろいろあるね。とりあえず殴れるもんは全部殴っとこうっていう感じなんですけど。うるせえなあこいつはよ。ちょっとザコさん、ザコさん、邪魔しないでください。上にいすぎだっつ、邪魔なの、邪魔。これを殴ってみるとかね。
あ、これで上昇、羽が回ると何が起きるんだい？羽が回ってここにあった何かがどうなってどうなった？あとこれを、あ、今度傾ければ下に向かって落ちていってあそこにぶつかるっていう寸法だ。なるほど、だからこの状態で傾きを逆にし、うるさいな君は。今私は考え事してるんだよ。あれが多分下に降りていくぞ。ほら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 、見て見て、動いてる動いてる動いてる。このハンマーがね、こうずーんといって、このハンマーがずーんと加速して、あれ、あ、でつうことはよ、つうことはよ、あ、また寒くなってる。もうちょ、やめて、やばい。結構ね短い、これ途中で帰らなきゃいけないかもしれない。他に開ける場所が、あーっと、理解いたしました。これで理解した。ここを殴る、そうすると向こうが、あい、え、え、違うんすか、ここら辺開けたいんす自分。違うな、ちょっと待てよ。これをこっちへ持っていくのか。で、全部一緒に回しちゃえばいいんだね。こう持ってき、あ、だから一段階こっちに戻して、もう一個戻して、はい、戻ってくるっしょ、あれが戻ってくる、はいはい、戻ってきた。ここで回すと開くんで、開けた瞬間傾けて元に戻すってのはどうですかね。開けて、風を送る、扉が開く、傾ける、行ってみようか。はい、でこの瞬間にこうする。そうすると、で、待った、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、ちょ、待って待って、分かった、ね、違う、混乱してる場合じゃない。こうだ、こうで押さえておくと上から物が落ちてきて、さらにドンと、ほーらね、ほーらね、やったね、レコちゃん大勝利。よっしゃ、残りの制御端末はあと3個。ほら、まだまだ、はい、分かってるよ、慣れてきたぞ、分かってきたぞ。 Yes we can だよ、 Yes we can だよ、こういうマップなんだなっていうのが分かってきた。よいしょ、本家何が本家だっていう話ですけど、これ傾けっぺさ、一回傾け、待てよ、これが、なんとなく理解できたでござんすよ。こいつをあっちへ行け、あっちへ行け、野蛮人、あっちへ行け、あっちへ行け、こうな、あ、で、これまた傾ける、はい、戻ってくる、あれが戻ってくるでしょと、でそこにガツンと来る、はい、ほんでこいつを、あー、動かしたかったんじゃ、あ、これでこっち移動しといて、ほんでこれをさらに動かす、あっちへ動かすね、はい、よいしょ、はい、ぐっつけておいて、ほんでまた傾けましょうと。え、またまた寒くなった、ちょっとリンクくん、あなた3分短すぎ、はぁじゃねえんだよ、俺はお前を一体どれだけ温めればいいんだ。あなたの心温めますか、そんな、誰がそんな、あー、ここでジャンプできない、あー、いや待って、いいんだいいんだいいんだ、これでいいんだ、これでいいんですわ。
これで上に飛んでっての、これは動かないか。なので、そこ登りたいんだよね。そこ登りたいんで、これをもう一回傾けましょうと。こうだね。そうするとそれがずり落ちてくるんで、ここでガツンと押さえられて、てっ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 てと、そこでガツンと行く。そこに行くとここに Y が登れるじゃろう。イエースイエース。よいしょ。そしたら宝箱がゲットできただけの話だった。わーい、古代のコアだ、やったぜ。さて、でここに降りれるようになってて、遊んでる暇ないんで、ガンガン登る。はいはい、登って登って、ほんで傾きを変えるんでござんさ。またこれで、こやつの傾きを上にいたしますと、私といたしましてはジャンプするだけでいけちゃうんじゃないかな、なんていう説が出た。はい、来た。はい、入ってきた、入ってきたよ。そしたらあそこになんかいるんだけど、あれは潰したいな、潰したいんだけど、まあ致し方ね、一回降りるっきゃね、ハートを磨くっきゃない。分かった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 。暴れんな暴れんなよ。あった、あそこにお目目がありますね。あそこのお目目を射抜けば、はい、全部倒れるってこったな。よっしゃよっしゃ。で邪魔なんで全部撃ち落とそう。よし。であそこに行かなきゃいけないわけですな、今度は。ってことは、てこうてこうてこうてけりか、ブルーストリートブルーストリート、こっから飛びたいわけですわ。さっき光ってるものがありましたが、ここを開けるとですな、今度はここを開けるんだ、きっと。カンってやると開いて、上昇気流というか、こう、お、そうそう、後ろから吹きつける風、まさにこれが追い風、神風。こやつを使って、そこにと、あ、寒いっつってんだろちょっともう謎解きさせてお願いだから。でこれで一回水平に戻してですね、水平に戻して追い風を受けながら私は飛ぶというのはどうだろうか。そう、いっけー、無理でした。はい、左遷。ほい、来た、完璧。はい、これで3つ目。残りの制御端末はあと2個だ。イエスイエスイエス。へえ、もう少しじゃないか。もう少しだぞ、もう少しでお前の元に行くぞ。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの、プギャー。さて、そんなことはどうでもよくて、ここに何か入れろっつってますね、これ。つまり爆弾だ、これは。爆弾入れろと言ってらっしゃる。ここに置く、置く、へぇこれ置くって知ってれば、あ、そういうことか。この状況にして斜めに傾けないと転がっていかんじゃろうと。で転がっていったところで爆破するじゃろうと。イエス、開いた、開いたんで、もっぱつ入れてみよう。そうするとコロ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 転がって、コロ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 転がって、あそこに入らざる者を食うべからず。あ、ボールが出てきました。あのボールをどうにかしたかったら、まず傾けますね。当然こうなるわな。そうするとあれが横に、下に落ちてくるじゃろと。さあ、下に落ちてくる。さあ、来た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 。でこいつがここにガツンと来て、横に行ってほしいが行かない。だがちょっと待ってね。あ、転がってる、あれ鉄の玉っすかね。だとしたらマグネキャッチでいける。
こいつをここに持ってきちゃうんだな。ここに持ってきちゃうんだな。で、もっぺん傾ける。そうすると下にウェーンといってグワーンといって引っかかるかな。どうだろう。行くか行くか、行っちゃうのか、行っちゃうのか君。どうだ、行った行った。これは確実にイエス。いやガンガン行くぞこれ。はい、これで残り1個だ。あ、結構順調。よいしょ、ポチッと。残り1個だぞ。どうだ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 。まだ煽るか、まだ煽るか。残りの制御端末はあと1個。驚いたね、ゴールは目前だよ。でしょでしょ。まあ私ぐらいになりますわ。こんなもん楽勝でございますわな。ところでラスト1個どこでございますかいな。あれ、ラスト1個はこの近く。ちょっと待ってね。下？下ですね。どう考えても下なんですが、どうやってそんなとこまで行ったらええんじゃろかっちゅう話になってきましたよこれ。外に出るしかないか。これは外に出ないときついのかなと思わんこともないのですが、皆様いかがお過ごしでしょうか的な、てかそもそもあそこはどうやって行くんじゃいっていう話になってきましたが、あっせい？あっ、ああ無理やり行った。よっしゃよっしゃよっしゃ。あ、入らへん入らへん、これは入りまへん。しょうがない、こういう時はいらない武器を投げるっていうね。寒さガードが残り1分っていうこの絶妙にやばい状況ですが、何投げようかな。投げるんだったらそりゃ木の枝でしょうよっていう。あ、捨てよ、こんなもんいらんわい。はい、ゲット。さあ残り1個どうしよっかな。残り1個は下か、ここか、ここですね。ここなんですが、あそこに行くためのこのなんかこれレールがありますわな。ってことは、ってことは向こうになんかもうあそこなんですけど、どう行くんでしょうねと。来たもんだこれ。そこでこの風がなんか気になるんですよね。こいつを使ってどうにかせえということではないかというふうに思ってはおるんですが、となると今傾いてる方向を逆にすれば下向きになるわけですね。で、ここから飛び立つ私、さあレッツラゴー。上昇気流を使ってうまいこと抜けてたんですよ。お、これ結構無茶してない、これ成功法じゃなくない、これ成功法じゃないけど来ちゃった。合ってんのかなこれ。よっしゃ、やったぜ。制御端末はこれで全部だよ。今回意外と簡単だった。制御装置を起動させられるようになった。やった。マップをよく見てごらん。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。でもまだ安心しない方がいいな。知ってるよ知ってるよ。僕はね一体何体のねカースガノをね葬ってきたと思っている。君、あなたとは違うんです。震えてますけど、あなたとは違うんです。いけるかな。残り12分。行くっきゃね。よし行くぞ。俺はやるんだ。あー死んだ。だ。ですね、僕帰ります、脱出します。死にたくないよ死にたくないよ。